今日はあのこのあのマフラーをピンピカにしたいと思います。はい、こういう感じな、はい、これをピンピカにしていきます。そうなんだ。これで専門でまずは磨いて2000番で磨いてみます。あの仕上げでね、この仕上げでステンレスの仕上げで、はい、美しい仕上がりとか言ってね、はい、これでちょっと頑張ってみたいと思います。はい、うまくいくのかなというところで、はい、やってみたいと思います。これ入れるの忘れた。まずあの旋盤で磨いてみたいと思います。旋盤ね、はい、いきます。半分ずつやっていきたいと思います。はい、旋盤で磨きました。はい、ちょっと拭いてみようか。はい、旋盤で磨いてみました。はい、この2000番で磨きます。はい、はい、おこつらっしゃい。2000番初見さん、いらっしゃい。2000番で削りたいと思います。はい、旋盤の磨きが足らへんので2000番の効力が発揮できてないんだ。どうしましょう。もう一回旋盤でもうちょっと頑張ろうかな。で2000番でもうちょっと2000番をかけてもちょっとだいぶマシになってきたので、はい、こんにちは。指、はい、はい、郵便屋さんで抱きはった。はい、はい、はい、入れておいてください。ありがとうございます。はい、郵便さんが、郵便屋さんが郵便ポストに入れてくれはった。いつも割とって手渡しでもらうんやけどもう、まあ、郵便なんか分かってはるみたいで、郵便屋さんもポストポッて入れはった。はい、どうなるの。もう一回、ちょっともうちょっと旋盤の磨きが、旋盤の磨きが足らんみたいなんで、もうちょっと旋盤で頑張って磨くわ。はい、もう一回旋盤に変えよう。はい、旋盤でまた削っていきたいと思います。遠距離してますので。よいしょ。そうなんで、2000番で磨いたんですけど、なかなかまだまだ光らないんで、ピカールで磨いてみたいと思います。はい、初めてこんなことするの。これこんなことしてんの。こんなことしてんの。あ、ドロドロなんや。ドロドロできない。ちょっと振らなあかんやもんこれ。ちょっと待って、ちょっと使う前によく振りましょうというわけではないの。そんなんだんちゃうの。蓋を開ける前に看護ごとよく振ってくださいって書いてない。はい、はい、そうなんで
柔らかい布に適量をつけて汚れが取れるまで磨いてくださいって、どんだけしんどいの。はい、十分磨けましたら別の柔らかい、替え巻いた布でよく拭き取ってくださいって書いてあるの。はい、まずはこれを振ってピカルピカルピカルね、ピカルを今からやってみたいと思う。ピカルかな、ピカル、いけ、ちょっと待って、もうぐじゅ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 はい、そうなんで、やってみたいと思います。ここポルフィン、でかい方買ってきたんだ、もっこりん、はい、10秒後に色を出します。ちょっとつけてちょっとやってみたいと思います。はい、ギュッと締めとこうなあかんのかな、どうなるか分かれん、ごめん、食べてみようか。これやってみたんですけど、どうでしょうかね。やばい。でもすごい、あの金属がここにいっぱい付着したみたいな感じですね。やばい。実はちょっと深いんかな。ピカールでやったらいいんかな。今分かれへん。ピカールでやるのはしんどい。しんどいです。体力がないとできない。これ体力がいるでしょ、ピカール使うのに。これで、ちょっと番手が、番手。このちょっとピカール磨いたところをこの2000番でやってみたいと思います。はい、ピカールで磨いたところを2000番でやってみたいと思います。はい、もうちょっとマシなんでしょうね。はい、よいしょ。まあその旋盤で磨いてるのが非常に、なかなか傷が取れていかないのね。1500番ぐらいの、1600番か1500番ぐらいの番手のやつで磨きたいんやけど、はい、ところが なかったんですね。でちょっとこの辺だけをちょっと集中にしようか。集中攻撃。はい、では、154名さんいらっしゃい。はい、この辺集中しようかな。この辺集中攻撃します。このクロスサンダーフェルトタイプにピカールをつけて磨いてみたいと思います。これなんだけど、ステンレスその他金属の手入れ、ピカール、これはチューブ
敵やな、一緒かな。